ソケットを特にですね入れる場合ですね、導入前と比べてですね非常に正確にソケットを設置できるようになったと思います。それで、導入前はですねその設置角度にばらつきがあったんですが、ナビゲーションシステムを導入してからですねその設置角度は非常に安定してきています。患者さんによってはですね、骨盤が変形していたりとかですね、手術中に体位がずれたりとかですね、そういうような患者さんがいらっしゃるんで、正確な手術をするためにはですね、ナビゲーションシステムは非常に有用だと思います。我々整形外科にとってもですね、非常にメリットがあるんですけども、患者さんにとってもですね、より正確にですね、手術ができる、行えるということはですね、非常に患者さんにとってもメリットがあると思います。日本で人工股関節置換術を受ける患者さんの多くはかなり変形している人が多いというふうに聞きます。で、CT ベースのナビゲーションシステムであれば、そういった患者さんの変形した度合いというのを術前に CT にとってその状態を観察して、観察した中から一番いいポジション、カップもしくは大腿骨のステムのインプラントの位置のポジションを計画することができます。そういった意味で CT ベースのナビゲーションシステムというのは日本の患者さんにふさわしいというふうに考えられますし、日本の先生方に受け入れられている理由だと思います。